切りのコーナーです。イエーイ、イエーイというのでございまして、お題はこちら、高畑充希のツイッターが大炎上なんで、高畑充希のツイッターが大炎上なんで、ゴー君。はい。リカちゃん人形を夜な夜な解体していた。いいですね。いいですね。最高だ。そして埋めましょう。はい。ツイッターが大炎上なり水谷。はい。競馬の予想で、目当ての馬が来なくて、思わず、ファッって言ってしまったんですね。違います。はい、行きましょう。違います、ね。ツイッターが大炎上なり。高畑充希だと思ったら、後輩のアイス芸人、高高。誰もわかんない。俺はわかる。誰もわかんない。進撃の誠さんは、高畑、ごめんなさい、高畑充希が高橋充電で売っていきます。そしてお大官様が高畑敦子の方が書き込んだでございました。さよなら。